帝国軍の戦勝記念日に帝都に立ち寄ったフースケはアレクという少年と知り合った。フースケはアレクを祭りでにぎわう町に連れ出し、二人は束の間の楽しいひとときを満喫した。だがアレクは将軍家の人間に見つかり連れ戻されてしまう。一方、軍隊を率いて突如帝都に乗り込んだメキラはパレードを中止させ城門を開くように迫った。別れの約束、いつまで待たせるの。早くそこを開けなさい。ブレーナ、ここをどこだと思っている。ブレーアレク、いやダイオン将軍を江戸城にお連れするのが軍の命令。それに逆らおうというならお前たちは反逆者ってことよ。アレクがダイオン将軍だったなんて信じられねえ。アレクはそんなこと一言も言ってなかったぞ。もしかしたらアレク自身もまだ知らないのかもよ、自分がダイオン将軍だってこと。ったく、何にも知らねえ子供の将軍を利用するつもりか。後陣で集め。おい、フースケ、どこ行くの。アレクを助けに行く。俺はアレクと一緒に空を飛ぶ約束をしたんだ。総監殿、一体何の用ですかな。わざわざ画像無線などを使って。とぼけるのはおよしなさい。いきなり帝都に兵を送ってダイオン将軍お披露目の式典を中止させたばかりか。将軍をそちらへ引き渡せとはどういうおつもりですか。帝国府を構える江戸城こそが将軍に最もふさわしい。違いますかな。それでは約束が違います。約束？忘れたとは言わせませんよ、あの日の約束を。あれは7年前、長い内戦が続くこの国に突然現れたあなたは、民主勢力の無能を嘆き、かつて国を治めていた我が将軍家こそが再び政権を握るべきだと力説した。我が力と将軍家の軍隊で国家統一を成し遂げましょう。真の平和な世界を実現できるのは大恩将軍のみです。王家が滅んで久しいこの国にとって皇帝を売ることこそ必要なのです。しかし将軍は病に倒れ、後継者アレク様はまだ3歳、判断のつくお年ではございません。ですからアレク様が成長なさるまでは私が軍政を代行いたしましょう。そして10歳になられた暁にはアレク様を大恩将軍として正式に国民に発表し、その時には国の全ての権力を将軍家にお返しすると申し上げているのです。4年後あなたは将軍の名のもとに民主勢力を倒した。だが人空の残党との争いは今も続いている最中。それは権力を手放したくないあなたの言い逃れだ。これ以上あなたが権力にしがみつく気ならば、その前に我々が預けた軍隊をお返し願いたい。総監殿、勘違いしていないか。将軍家の軍はとうに崩壊している。無能な軍人など必要ない。唯一大名権の能力を持つアジラダ大佐も人空との戦いに敗れ、命を惜しんで逃亡する始末。貴様どこまで将軍家を愚弄する気だ。口の利き方を考えなされ。今や軍に対しての反逆者はどちらなのか。将軍を救出するため城を瓦礫にすることなど何のためらいもないわ。そんな脅しに屈する私ではないぞ。
さすがは将軍家幹部会の長だが、これだけは断言し、脅しに屈しない人間はいても力に屈しない人間はいない。大変です。ネキラ隊が将軍の引き渡しを求め城内に強行突入を始めました。何、アレク様は？隠し部屋です。これはこれ以上は待てないわ。これから実力行使に移る。将軍城は我が帝国軍に反逆の意思を示した。もはや遠慮はいらぬ。城を破壊してでも第四将軍を救出するのだ。まずいな、ネキラが城の破壊を始めた。ウースケ、また迷ったんじゃねえだろうな。おう、お仕置き部屋はやだ。あっちだ。なぜ、なぜ今日はこんなに長く閉じ込めておくのだ。ご辛抱ください。現在城内は非常事態なのです。そこが一番安全です。先ほど逃げ出した子供もアレク様の命を狙いに来たのかもしれません。黙れ、ウスケは僕の友達だ。怪しい奴ではないぞ。僕と飛行機に乗る約束をしてくれたんだ。ウスケは僕の友達だよ。ウスケが遊びに来たぞ。ウスケアレク、今出してやるからな。総監様、中から声が。せーの、くせ者め、カバン撃ち殺せ。ふうすけ、ふうすけ、アレク、泣くことはねえぞ。ふうすけ、あ、変わり身の術するとき様らは人空。アレク様、お離れください。そやつらは我々の敵、人空でございます。黙れ、友達を撃つようなやつらの言うことなど僕は信用しないぞ。アレク様、たとえ人空であろうが、フスケは僕の友達であることに変わりはない。アレク、とにかくここにいたらいずれメキラに見つかる。城の外に出ぞ。誰が人空なんぞに。アレク様、こっちを見た。ここを抜ければ城の外へ出られる。よっしゃ。フースケ愛鳥当時脅かさないでよ。まさかこんなところで会うなんてね。アレク様、帝国軍を代表してお迎えに参りました。これより江戸城までご同行願います。ふうすけ、私やっぱりあんたたち人空に恨みを持ってるわ。この間それが分かったの。でも今日はあえてあんたたちとやるつもりはない。任務を遂行するわ。おめえらなんかにアレクは渡さねえぞ。カミオ、しまった。クーテン、バネ、人空は人を助けるための武術だからな。言ったろ、お前の祖国を襲ったのは人空じゃねえってよ。ウスケ、早くこっちだ。お、いたぞ、こっちだ。メキラ様、惑わされてはいけません。
優しさを装って自分たちを正義だと信じ込ませる。それが奴ら人空の手口です。早くこちらへ。まもなくこの城は爆発します。メキラ様、早く。なぜだ、なぜあいつらは。なんということだ。この国の最高権力者であるはずの将軍の城が崩れ落ちてゆく。高人名総監様、早くこちらへ。我々の手から逃げることはできない。うん、一緒に来てもらおうか。あなたには第四将軍に我々のもとへ来るよう説得してもらわねばな。何がおかしい。この総監が協力するとでも思っているのか。それにアレク様を見つけ出してももはや我々には説得することはできない。何も知らせるまま城に閉じ込め続けた我々のことなど信じてはくれん。総監殿、協力を拒むなら城の人間全員に死んでもらう。やめろ。ならば貴様が将軍を連れ戻すと約束するんだな。しかし私には。私が参りましょう。ご老体。私ならアレク坊ちゃまはお話も聞いてくださいます。しかしそんなことをすれば将軍アレク様は高賃のもとへ連れて行かれます。そして必ずアレク様を使って奴はこの国を思うがままにするつもりだ。たとえ我々がここで死んでもそのようなことには絶対させられません。私に行かせてください。ご老体。せっかく町に出られたのにもう誰もいなくなってしまった。もっとパレードの風船もらいたかったのに。城も燃えてもう帰るとこなくなっちまったな。いいんだ、フースケを悪者扱いする奴らのところになんかもう帰らない。けどこれからどこへ行ったらいいのか。だったら俺たちと一緒に行かねえか。約束しただろう、飛行機で一緒に空を飛ぼうってよ。本当にそれで風船みたいに空飛べるんだな。おう、途中で落っこちねえようにしっかり捕まってろよ。よし、大空に向かって出発し。あ、どうしたアレク。僕を連れ戻しに来たのか。僕は城へは戻らないぞ。もうみんなの言うことは聞かない。ギーは無理に連れ戻すつもりはありません。ただアレク坊ちゃまに話しておかなければならないことがあるのです。おじいさん、もしかしてあのことをアレクに話すつもりじゃ。よしてくれよ。そんなこと今さら話してどうなるってんだ。そうは参りません。幼いとはいえアレク様は誇り高き血を引き継いだお方。アレク様の方に将軍家の運命がかかっているのです。驚かずにお聞きください。今まで隠しておりましたが実はアレク坊ちゃま。知ってるよ、将軍なんだろ。気づいていらっしゃったのですか。だって僕は一歩も外に出してもらえなかったんだ。出ようとすればいつもお仕置き部屋に入れられていた。ずっと考えていたさ。みんな僕のわがままは何でも聞いてくれるのにどうして外には出してくれないのかって。それは僕が第四将軍だからだ。これは今日の式典でアレク様が将軍の証として受けられるはずだった冠でございます。
受け取っていただけますね。いらぬ！アレク様、こんなものがあるから僕は外に出られなかったのだ。アレク様、城の者の多くは反逆者としてミキラ大佐に捕らえられました。この上は。じいさん、まさか高賃のところに行けってんじゃねえだろうな。今までだって大人たちの都合で辛い目に遭ってきたってのに。いいえ、その逆です。どうか高賃の手からお逃げください。あ、そして任空の方々、どうか大恩将軍に力をお貸しください。アレク様に将軍としてそうご決断をしていただきとうございます。じいさん、それでいいのか。はい、そしていつの日か高賃の野望。それでは私が困るんだよ。ミキラ、まさか僕がこのままいなくなれば城の者たちはどうかされてしまうのか。くそ、人質を盾に来たれぞ。アレク様、迷ってはいけません。お逃げください。将軍家の誇り高き血を絶やさぬため。僕が将軍として高賃のもとへ行けば城の者たちは助かる。そうだな、僕は江戸城に行く。アレク、いいのか。アレク、おめえ将軍になんかなりたくなかったんだろ。じゃあ風助は黙って城の者たちを見殺しにしろというのか。けどありがとう風助。じい、僕は将軍としてじいの願いを聞けない。皆の者、自分の命を粗末にするな。僕からの命令だ。おっちゃん、僕はこれより首都へ赴き将軍としての任務を果たす。間違えるな予想官。もう今日から僕はアレクではない、ダイオン将軍だ。はあ。さあ、約束通り僕と引き換えに城の者どもを下ろせ。この町の警護はお前たちに任せたぞ。はあ、ダイオン将軍様。任務完了だな。いえ、もう一つ。将軍を人質に脅せば人空三人を捕らえることも可能です。メキラ様、ご命令を。メキラ様、今回の任務はこれで終了だ。なぜです。黙れ。私の命令を不服と申すのか。メキラ、お前、人空どもを勘違いするなよ。さっきの借りを返しただけだ。次に出会った時は間違いなく殺す。首都へ帰還だ。アレク、アレク、おめえの好きな風船だぞ。これ持ってけ。風助、風助、アレク、アレク、いつか俺が世の中を平和にして高賃のとこから必ずおめえを助け出してやるぞ。その時は一緒に飛行機乗ろうな。